津軽弘前長照寺さんに出ています。ここは津軽家の菩提寺でですね、食べ信子をはじめ、歴代の、藩主領主が、の玉屋があるですね、場所になりますね。本堂と、こちらが、食べ信子の像がある場所ですね。こちら奥がですね、玉屋になっていて、玉屋の方はちょっと別に映せる範囲で映してます。まあ、ここからも見えてますけど、結構大きな玉屋ですよね。ですから津軽系菩提寺としてですね、まあ、かなり広域な墓域になってますし、建物もですね、まあ、こちらはちょっと古いですけど装飾品もすごい綺麗ですし、まあ重厚な感じがすごいしますよね。これはあの建物はですね、なんていう作りでしょうかね。これ屋根のところがかなり厚くなってる感じですね。ここは、かやぶきっていうんですかね、すごい重い感じの重厚な感じの作りですね。こっちはあの後から直してますけどね。中庭とかもすごい綺麗で、反対側から見えるんですけどもね、ちょっと今も見えてますけどね、こういう感じで本堂と、あと山門が素晴らしいということでですね、こちらは一般のちょっと墓域ですので、今ちょっとお寺の方に挨拶されました。これ山門ですね。すごいですね。ちょっとこの辺では別格でしょうか。かなり大きいと思われますね。私があの今日回ったお寺の中では最大の山門ですね。なかなかこういう大きなね、しかも作りがあのある意味修復しない方が、まあ事情を知らない私がいろいろ言うのはあれですけど、ある程度修復しない方が、まあ、趣としてはすごいいいですよね。だからこれはまあちょっとね、装飾品がちょっとなくて失踪は失踪ですけども、まあ、全体こう山門くぐると、すごい綺麗ですよね。ちょっと何でしょう、こういうところを見ると、いろんなお寺を思い出しますけども、これ上から見てもね、ちょっと大きすぎて、これもちろん文化財になってますから、このね塔下の窓がね、塔下の窓大好きですよね。私はね、これ大好きです。こういうのはすごく落ち着いててね、静かでいいですね。ちょっとまだ入らないですね。ちょっとさっきもこけそうになったんで、これですよ。全然入らないですね。どうしましょう。よいしょよいしょ、はい、もう最高に最高に下がってこれです。入んないよ。はい、このぐらいで勘弁してください。はい、長照寺さんでした。